でせっかくなので、まあ、先ほどコバのお手入れやりましたけども、こういったレザーソールってお手入れってこうよくお問い合わせでもいただくんですけど、はい、レザーソールのお手入れってどうされてらっしゃいます？今までですと。やったことないです。レザーソールのお手入れはあまりやったことないですかね。これですね、実はお手入れしてあげると実はこれまた随分違ってくるんです。でせっかくなんで今日はそのレザーソールのお手入れも、ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、靴底ってですね、やはりこうお手入れを何もしない状態ですと、はい、当然、アスファルトという、いわゆるカンナのようなものですよね。それでこうどん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 削れられてしまうんですね。ですのでお手入れしないと乾燥しているイコールこう鰹節をこう擦っていくようにどん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 こう削られていきます。ただここに例えばお手入れをしてクリームを塗るのような形で、保湿をしてあげると潤います。そうすると、潤うとですね、アスファルトとの摩擦レスが下がることによって水減りが極端にこう下がるんですね。イコール靴底が長持ちするっていうことになる。綺麗になるだけじゃなくて物自体も長持ち。そうなんです。でそこでおすすめなのがこのソールモイスチャライザーっていうクリームがありまして、ちょっと舌噛みそうな感じなんですけどソールモイスチャライザー、まあ本当に靴底に浸透させるっていうような形のクリームがあります。でこのですね、栄養を浸透させるクリーム、これを塗ってあげますと当然、まあ、栄養が入って潤います、はい、そうすると先ほどお伝えした通り摩擦レスが下がってソールの耐久性が長持ちします。それだけではなく、こちらのソールモイスチャライザーにはあのラノリンオイルという羊の毛穴から抽出している油分が結構多めに入ってまして、はい、そのラノリンオイルというのは実は柔軟性成分なんですね。ということは、こういったですね、靴にこう塗り込むと返りが良くなるんですね。特にこのようなダブルソールとか、当然足がこう前に行こうとするのに靴の新品の状態というのはもうカチカチのソールになってますから、ここがついてこなくて、はい、足は前に行くのに靴はついてこないということで、ここで摩擦が生じるんですね。そうすると靴ずれが起きる。ということはかかとの靴ずれしやすい人というのは実は靴底のこのクリーム塗ってお手入れしてあげますと、ここの返りという柔軟性が出てくるきますと足に対して靴もついてくるんで、実はこのかかとの痛い人の対策としても革底のお手入れって実は使えるんです。なるほど。はい。実はフィッティング向上クリームとも僕ら言ってます。はい。やはり靴底とはいえ汚れは取るんです。汚れはやはり一番たまります。やはりステインリムーバー、水性クリーナーで拭いていきます。でここで水性クリーナーを使う理由としては、はい、実はもう一つありまして、あの靴底というのはもう当然このように削れに削れていく部分なので、はい、まあ、いわゆるヌバックのような状態なんですよね。でこの状態のままクリームを塗ってもほとんどこうクリームが伸びていかないんです。ですので汚れを除去するだけではなくて一回水に免疫をつけてあげることで、こちらのクリームを少量でも均一に伸ばせるようにしてあげるんですね。かなり汚れてます。かなり汚れてます。さすがに、まあ当然といえば当然なんですが、かなり汚れます。ですのでちょっと気持ちいい、いつもよりかリムーバー多めにこう取るんですね。はい、ひたひたな状態にさしてあげまして、拭き取れてない部分をこう拭いていくわけでございます。はい、そうすると先ほどよりか明らかに全然違いますね。取れが減ってきます。まあ、でもこのような形でまずクリーニングをします。そうしましたらこのソールモイスチャライザーを使っていきます。こちらです。でこれはですね、直接このように、この全体に、そうです、全体的に落とします。でこれをどう塗っていくかと言いますと、実はペネトレートブラシ、これでこれ全体的に塗り広げていくんです。そうしま
ますと均一にちゃんと濡れてますね。濡れるんですね。でこの状態だけでも潤いが入ったなっていうのは伝わると思うんですけど、はい、でここで乾燥させるときには例えば何かに立てかけるような形で、こうさすがにですねそのままこう置いてしまいますと、しっとりとしている状態の乾燥のそこの密着してしまうと乾燥度合いが悪くなって、逆にこうカビとかそういうものも生えやすくなってしまうので必ず、こう通気性をいい状態で乾燥させてほしいんですが、せっかくですねこの潤った状態になってます、はい、この状態だけでも返りがよく、柔軟性が、ごめんなさい、返りがよく、摩擦熱が下がってるのは間違いないんですけど、せっかくここまでやりましたら実はこういったですね、これアビースティックって言いまして、アビースティック、はい、これですね、本水牛の角を使ったこれですね、革用のコテなんです。コテなんです。でこれどう使うかと言いますと、まあ、これ本来はコードバンとかそういったような素材とかを磨くときにアッパーなどをこう擦るようなコテとしてこう開発はされたんですが、靴全般のコテとしてよくお勧めしています。でこれをですね靴底に使うときに今潤ってます。潤ってますね。ということは、革というのは、シャツとかでも何でもそうですけど繊維は、しっとりとこう水分が入ると繊維が緩んでるんですね、はい、でこの緩んだ隙にこのアビースティック、このなぜ本水牛を使っているかというと、本水牛の良さというのは表面の滑らかさなので、そういったコードバンやカーフなどをそのまま、布を巻かずに擦れるというメリットなんですが、ただ靴底の場合こっちが傷ついちゃいますので、一応こういった布を巻きます。そしてこの半乾きの状態でコテがけという形で摩擦をかけて潰していくんですね。靴底というものはある修理屋さんが言うところに見ますと、はい、一回レザーソールって雨の日履いた方が後々長持ちするって言われるぐらいなんです。そうなんです。はい、というのは雨の日に履くと、革底が湿って、そして自分の体重で押しつぶしながら履くので繊維が一回締まると言われるんですね。でそれをちょっとこちらに、使い込んだのがソールモイスチャライザーで、しっとりと浸透させて繊維を緩んでる隙にコテがけをすることで、その繊維を潰してあげるんです。そうすると当然繊維がギュッと詰まるので靴底のすり減り防止にもなりますし、何よりも見た目もどうでしょう、ツヤが出てくる。ツヤが出てますね、確かに。はい、でまあツヤを出したいわけではないんですけど、まあお手入れをしていてツヤが出てくると気持ちいいのもありますけど、はい、何よりもツヤが出てるということは、単純に目が詰まってるから光の反射が増えていてツヤが出てきているということは、現に詰まってるっていうような状況なんですね。これがこっちかビフォーアフターです。全然ちゃいますね。はい、というようにお手入れのですねクリームを塗られたんでしたら、こういったスティック、こういったようなものでしっかりとこう潰してあげる。そうしますとここの部分が目がギュッと詰まることによって、ここまで、ツヤ感が出るイコール潰すことができる。でおいおいやはりソールが減りづらくなってくるっていったところがあります。で実際にこれこのソールモイスチャライザー塗ってですね、塗らない片足の方と、こう片足だけこう塗ります、はい、で、帰りが悪い靴をですね片足だけやって、履いた状態でこう帰りが良くなったかこうテストをしてみるとですね、塗った方は格段にこうかかとがついてくる感じがします。完全に実感できる。そうですね、僕なんて本当に帰りとかでよくかかと痛めやすいタイプなんで、はい、ああ随分履きやすくなったなっていう感じがやはり得られます。でこのようにやってあげたり、あとは先ほどのこのスティックありました、スティックが、今初めてご紹介したので、その
流れでもう一つ最後にご紹介をしたいのが、ウェルトの部分にも実はこれ小手掛けってしてあげますと、実はあのクリームだけでもあの潰しやすいんですが、そこをさらに潰してあげると当然毛羽つきを抑えることができるわけなんですね。ですので、まあ、先ほどちょっとコバの部分にリムーバーかけませんでしたので、ここをリムーバーをサッとで構いません、かけていただきます。そこで今度は黒、このコバ用のクリームをこんな形で、今回は全体がレザーに、はい、なりますので、まあ本当こういった感じでちょっと広範囲になります。そしてブラシで擦り込みます。このように擦り込んであげました。そうしましたら、またこちらのスティック、実はですね、ここにくびれがあります。このくびれの部分を利用して。まあ、いわゆるここにフックしてですね、ここで潰してあげる感じなんです。ただこれもやはりここの部分が傷みやすくなりますので、ウエスを巻いていただいて、で、なんでしょう、先ほど空拭きとかそういったあの拭き取りをした時のように潰してまず上げて、でから、ブラシで、なじましてこのケバケバした部分をコテでクリーム塗った後に潰すことによって、こうギュッと目を詰めてるんですね。そうするとその広がりっていったところが少なくなって、ツヤも持続しやすくなってくるというような感じです。ここら辺締まりますね。締まりますね。その部分やると、はい、これが靴底までやったビフォーアフター。